こんにちは。今朝の道内は冷え込みが強まり、旭川市江丹別では道内で今シーズン一番の寒さとなるマイナス6.4度を観測しました。朝の日差しの下、凍りついた草木が幻想的な風景を作り出しています。旭川市郊外の江丹別では午前6時過ぎの気温がマイナス6.4度まで下がり。 道内の今シーズンの最低気温を更新しましたうわ寒いっていう感じでここに住んでる以上はまあそれと付き合っていかなきゃならないのかなと思ってますけど札幌でも0.8度と今シーズン最も寒い朝を迎えました豊平川の河川敷では霜が降りる寒さの中ジョギングや散歩をする人の姿が見られました